最近のトップニュースはロシアのウクライナ侵攻で、連日この話題がテレビで取り上げられているね。避難民を受け入れている日本としては無関係ではないし、北方領土問題もあるから、ロシアの牙がこちらに向かってくるという最悪の事態にも備えておく必要があるという意見も散見されるみたい。余談だが、ウクライナからの避難民は大した議論もなく受け入れを決定した政府だが、同じ避難民である他の国の人々ベトナム、ミャンマー、イラン、イラク、クルドなどの受け入れはどうなっているんだろうな。こういう言い方は良くないが、白色人種だから優先して受け入れたというわけではないと信じたいところだぜ。新型コロナウイルスの世界的蔓延も非常に不安視されるところだけど、ウクライナ戦争は一体いつになったら収束するんだろうね。21世紀の現在、ああいった蛮行が起きていることに愕然とするよな。さて、世界の目がロシアとウクライナに向けられている隙を狙ってというか、陰でいろいろと動いているのが、お隣の軍事大国中国だね。今回は日本とは様々な因縁のある尖閣諸島だけど、ここに日本が建造物を作るのか?という件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。尖閣諸島に日本が建物を作ると言い出したのは、自民党の高市早苗議員で、今やタカ派として名高い高市早苗だけど、今から30年ほど前の平成初期いわゆるバブル時代には若い女性論客派に気抜きせぬ自立した女の、一人として同世代の女性からの支持も多かった人物だね。男女雇用均等法が施行されたことで、性別に関わらず平等と思われるに働けるようになった時代が来たということで、単なるコピー取り要員、お茶組要員と見られていた OL の中にも総合職という管理職を目指せる職位ができたから、女性の新しい時代が到来したと当時の女性たちはキラキラとした瞳で働いていたはずだよ。こういった時代に、高市早苗は知性派コメンテーターとしてたくさんのテレビに出演し、キャリア女性の代表と見られていたんだ。ちなみに当時の皇太子だった金城天皇の置き先候補として必ず名前が挙がった。小和田雅子さんも外務省職員として世界中を飛び回っていて、当然この方も女性たちの憧れの的になっていたようで、皇太子妃と決定した時にはせっかくのキャリアがもったいないという声が上がっていたね。さて高市議員は松下政経塾に入って、松下幸之助の精神を叩き込まれたと思われ、その後政治家を目指し、無所属で立候補したものの落選に懲りたのか、自民党入りして当選したよ。松下政経塾出身者には政治家が多く、彼女の他にも、同じ自民党の小野寺井天、河合克行がいて、また野田佳彦、原口和弘、前原誠二などの野党や無所属議員も松下幸之助氏の精神に学んできたみたい。松下幸之助氏といったら水道理論で全ての人々が電気を使えるようにと様々な発明をしたことでも有名で、いわば、大多数の国民側に立った人だったのに、その教えを受けた人が与党に入ったということを怒った人も多かったようだね。政治家になる目的のため、ショートカットで自民党入りした高市早苗の講演が行われたのが2022年3月9日だな。尖閣諸島は言うまでもなく日本の領土だが、そう思っていないのが中国で、勝手に領有権を主張し、公船を日本領海や接続水域へ侵入させていることは嫌というほど報じられており、その中国に対してこの島々は日本の領土であること、施政権が日本にあることを示すために対抗すべきと主張したわけだ。そして、尖閣諸島が日本領とはっきりさせるためには何らかの工作物を設置する必要があるとも発言したぜ。南西に位置する尖閣諸島と対比させるため、彼女が持ち出したのは北つまり北方領土で、1945年昭和20年太平洋戦争終戦時に、当時のソ連が日本のポツダム宣言受理後つまり終戦後に侵攻して占領したため、奪われた形になった北方領土だね。そういえば1945年8月9日、つまり終戦前だけど、日本との中立条約を一方的に破棄して当時の満州へ侵攻したのも当時のソビエトで、その知らせを聞いた関東軍のお偉方は家族と財産を手にいち早く脱出したんだけど、
何も知らされていてなかった一般庶民は悲惨な逃亡を余儀なくされ、多くの新たな犠牲者を生んだこと、中国残留孤児が生み出されたことも絶対に忘れてはならない史実だよ。こういった歴史があるため、日本は日ソ漁業交渉などとセットで北方領土問題を交渉のテーブルに乗せ、話し合ってきたんだけど、解決後に平和条約の締結という段取りは多くの時代を経てソ連崩壊後もずっと継続中だったんだ。北方領土については、旧島民のビザなし渡航が可能になり、旧島民との交流も盛んになったことで、ついに返還に向けた雪解けか?と日本国内の期待が高まった時期もあったんだけどね。ここ数年は新型コロナのせいで、交流も行えず、そしてロシアのウクライナ侵攻によって、ますます交流事業は先細りしつつあるんだ。北方領土返還交渉を振り返ってみると一番忘れがたい出来事は1973年昭和48年だったと思うが、これは当時の田中角栄首相がモスクワに乗り込み、文字通りの命がけでブレジネフ書記長との会談文書に北方領土の4文字を盛り込んだわけで、ソ連は日ソ間に領土問題は存在しないとずっと突っぱねてきたから、これはソ連に対して大きな一歩を踏み出したことになったぜ。それ以降、歴代の首相はロシアに代わってからも北方領土問題を取り上げてきたわけだ。ところが、北方領土問題をロシアとの文書から削除したのはプーチン大統領と親しいと自慢していた安倍元首相で、個人の付き合いと国家の付き合いを一緒くたにしたのかと思ったものだな。高市早苗は安倍元首相とも距離が近く、後継者と自認しているようにも見受けられたが、この点についてどういった説明を受けたんだろうな。国防国防と題目を唱える人間がこの問題をスルーしたとは考えられないが、尖閣諸島への中国の行動に腹を立てた当時の石原慎太郎の発案で尖閣諸島国有化という話が飛び出し、全国から賛同する寄付金が集まり、尖閣諸島は2012年平成24年に日本が国有化したことになったよ。とはいえ、中国は手を引こうとはせず、肝心の島に日本人はいないし、日本のものは何もないからという理由もあるようだね。だからこそ、自民党の中にはヘリポートや灯台などを建設し、施政権を主張すべきという意見があるわけで、高市議員の発言はその意見を支持しているんだと思うよ。高市議員は非核三原則にも触れ有事の想定を日本とアメリカとの間で共有しておく必要があるとも指摘したんだ。とはいえ、現在の自衛隊とアメリカ軍艦のニュークリアシェアリング核兵器共有、アメリカ軍の兵器を共有化することは、自衛隊法では想定されておらず、つまり現状のままでは難しいという認識で、自衛隊法改正など法整備が必要であるという意見で、簡単に言えば、アメリカの兵器を自衛隊が使えるように自衛隊法を改正すべきということだろうね。こういった発言に対するネット上の反応は賛同の声が多かったらしいな。平成初期のバブル期日本は政治は三流、経済は一流と言われていたが、ここ最近は経済も国民生活も先進諸国の中でも最下位に落ち込んでおり、責任の所在は明らかだが、目をそらすために強い日本復活を唱える人間も多いのではないかと感じられるぜ。日本が頼るアメリカだが、尖閣諸島の領有権について判断する立場にはないため、領有権の対立は関係当事者間での平和的解決を期待するという、中立的な立場を公にしていて、その一方で、尖閣諸島は1972年昭和47年の沖縄返還以来日本の施政下にあるから、日米安保条約第5条の適用対象になるという見解も示しているな。要するに、アメリカはどちらにもいい顔をして現地を取られないようにしている。つまりダブルスタンダードと思われるのだが、別の言い方をすればしたたかで老練な政治手法ということだな。正直な感想だが、日本のように馬鹿正直で唯一の道しか選択肢を狭めていては、現在のように複雑に絡み合った国際社会では立場が悪くなる一方ではないかと思うぜ。ロシアのウクライナ侵攻を見て日本も核を持つべきだ。核を持たない国は核保有の専制主義国家に対抗する手段がないという意見が多くなってきたらしいね。現在のアメリカは一昔前の絶対的兄弟国ではなく、同盟国どころか、自国を守るだけで精一杯ではないかと感じられるし、
こんな状態では、万が一中国が尖閣諸島を奪ったとしても、動いてくれない可能性があることも日本は想定しておく必要があると思うよ。仮にアメリカとのニュークリアシェアリングが実現しても、アメリカが有事の際に日本を助けてくれるかどうか、疑問は残るわけで、この危惧は現大統領のバイデン氏に限らず、アメリカ第一主義だったトランプ氏だろうが、ロン・ヤスと中曽根総理と呼び合ったレーガン大統領だったとしても変わりはないだろうな。自国自国民を守るのが政治家の第一義だから、同盟国を守るために自国民の血を流すことを了承するとは思えないぜ。日本は思いやりという名前で巨額予算を在日アメリカ軍に注ぎ込む一方、在日アメリカ軍の凶悪犯罪を見逃さざるを得ない立場で、この日本をアメリカは見捨てるだろうと判断せざるを得ないよね。だからこそ、敗戦後にアメリカに押し付けられた憲法を改正改悪して、核武装すべきというのが高市早苗の意見なんだろうし、賛成意見も多いみたい。試験だけど、そんなにアメリカだけに頼っていて良いものかと感じるし、世界の多くの国と全方位外交を行い、セーフティネットはなるべく多く作っておく必要もあるのではないかと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。尖閣侵入に対してついにアメリカが動き出すことになったようで、中国に対して侵入をやめるように要求したみたい。さすがの米国も中国のやりすぎな行為を見逃さないってわけだな。中国は世界的に民族弾圧について批判を浴びているし、尖閣侵入も言うまでもないぜ。今回はそんな尖閣侵入に関して米国に動きがあった件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。昨年2020年に引き続き、尖閣諸島近海での中国公船の活動は増加する一方だけど、特に2021年2月20日、21日の両日は領海へ侵入するなどの横暴な行動に政府内では危機感が募っているよ。この2日間にこうした行動に及んだのは中国海警局所属の艦艇2隻で、日本の民間漁船を追尾するような形で日本の領海内に侵入するという行為を意図的に引き起こしたと見られるんだ。追いかけられた漁業者の気持ちを想像すると腹立たしくなるよな。中国政府は自国の海警局に関する法改正を2月1日から施行させたよ。内容は、自分たちが必要と認めた場合、海警局職員が個人的に携帯している重火器や艦艇に装備された兵装等の武器使用のハードルを合法化させたってわけ。中国は個人的に重火器を所持してもいいってわけだな。この改正によって、従来より容易に武器使用に訴えてくる可能性が増加したことは確かで、また3年前の2017年には中国海警局が軍事警察の管轄下に入ったことも相まって、これまで以上の強硬な姿勢が予期される嫌な状況になってしまったんだ。2020年11月、来日していた中国の王国務委員兼外相は日本の茂木外相の目前で尖閣諸島周辺海域に日本が侵入するから、我々はやむなく対応していると発言したよ。王氏の発言内容もだが、問題となったのは反論しなかった茂木外相だな。彼に対して批判の声が殺到したらしい。外務省側の見解では、この時の王外相と茂木外相との記者会見では、双方が自国の見解を主張する場だったので、議論の場ではなかったということみたい。しかし目の前で日本の政策を完全に否定する発言をした王外相に反論もせず、言われっぱなしだったのは、その主張を認めたも同じことではないか。しかも茂木外相は中国語で謝意を示したということにも非難が集中したぜ。このような尖閣諸島をめぐる中国側の強硬な姿勢は、今回の日本漁船を追尾して領海へ侵入した事実でも明らかだし、政治上からも現場運用からも厳しくなっていることは間違いようのない事実と言えるね。2021年2月8日の中国外務省の往復報道局長の記者会見では、中国海警局所属艦艇は尖閣諸島海域で法に基づく正当な措置を講じていると述べた上で、先の海警法改正を盾にその行いを正当化しているみたい。言うまでもなく、この海警法は中国の国内法だから、国際的には通用しないぜ。
その上で尖閣諸島は中国固有の領土という従来の見解を示し、本来中国の領土であった尖閣諸島は日清戦争の結果、台湾と共に日本に奪われたという中国政府の持論を改めて展開したな。日清戦争は1894年明治27年に起こった日本と中国当時は清との間の戦争で、この戦いに勝利した日本は一気に近代化を進め、西洋に仲間入りしたと勘違いする要因の一つにもなったよ。21世紀の今、100年以上前の戦争を持ち出されてもって感じだな。それを言うなら、太平洋戦争後にロシアが占領し、現在も支配し続けている北方領土はどうなるんだろうな。そして中国も、清の時代にロシア帝国に奪われた領土もあるはずだが。さて、中国が執拗に尖閣諸島の支配権を盾に海域侵入を繰り返しているという状況下でアメリカに動きがあったみたい。国防防総省のカービー報道官が、2月24日の記者会見で、尖閣諸島に日本の主権があると認めた上で、中国の行動を非難する旨の発言を発表したんだ。日本を援護してくれたように見えたので、さすがは同盟国だと喜んだ日本人も多かったはずだぜ。しかしそれからわずか2日後の26日、報道官はその発言の誤りを謝罪し、日米安保条約に基づいた尖閣諸島を含む日本の防衛にはこれまでと同様、アメリカが関与すると述べるだけに発言を修正したな。このカービー報道官の発言の修正は、アメリカ政府としては従来通り、尖閣諸島における日本の施設権は容認するものの、主権の存在についてはその限りではないという、どっちつかずの玉虫色の内容ということになるね。主権争いにはアメリカは介入しない、つまり中国側には立たないが、日本側に立つつもりもないということなんだろうな。アメリカは当てにならない同盟国だぜ。日本は言うがままに兵器を購入したり、思いやり予算と称して毎年毎年巨額の経費を在日米軍に貢いでいるというのにね。2021年、アメリカは民主党のバイデン新政権に移行したよ。それでも、尖閣諸島の防衛にはこれまで通り、アメリカの後押しが期待できると日本は考えてきたんだろうけど、その頼りなさが分かったようだね。アメリカ一筋というのは危険だと政府関係者も理解してくれたと思いたいよな。前述のカービー報道官の修正発言を額面通りに受け取れば、アメリカが認めているのは日本が尖閣諸島に持っているのは施設権だけで、主権までは認めていない状態ということだからね。この方針をアメリカは堅持すると、あえて政治的に示したということは、万が一、中国と日本の間で尖閣諸島の主権をめぐる武力衝突が発生したとしても、アメリカが日本へ軍事的に支援をしてくれると当てにするのは甘すぎると考えるべきだよ。今まで貢いだ金はドブに捨てただけということにもなりかねないということだな。日本政府はこうしたアメリカの動きと前後して25日に日本の領土に上陸する目的で他国の軍艦などの艦艇が領海に侵入してきた場合、対峙する海上保安庁が対抗措置を取れるという考えを公表したよ。これは現行の海上保安庁法での海上保安艦の武器使用を明確化しようとする動きだけど、尖閣諸島海域における中国公船への対応が念頭にあるということは言うまでもないよね。海上保安庁法では海上保安艦が対峙する相手に対して、重火器を使って危害を加える行動を危害射撃と定義しているけど、昨今の世界情勢を考慮した上で実効的な解釈に踏み込もうとするものと思われるんだ。海上保安庁法は大枠において、海上保安艦が犯人の逮捕を行う場合や、その逃走を阻止する目的での武器使用を認めているよ。つまり警察権限の一部として職務執行上の範囲に含んでいるわけだな。しかし危害射撃に限定した場合は、まず正当防衛であること相手が先に攻撃してきた。次に非常に凶悪な犯人殺人犯とかを逮捕する場合だけ行うことができるという条件があるぜ。つまり、その解釈によって是非が問われることにもなるわけで、今回日本政府が示している見解だが、具体的には中国側が上陸目的で尖閣諸島へ艦艇による領海侵犯を行うことは、非常に凶悪な犯人を逮捕することに当たるとみなすことを意味しているわけだ。つまり、中国艦艇が尖閣諸島に接近し、
日本側の退去勧告を無視してなおも接近を続けた場合、上陸目的と判断してもよし、ということと考えられるよね。さらに海上保安庁による対応が困難と判断され、海上自衛隊に対して海上警備行動が発令された場合にも同じく機外射撃を認めるとしていて、抑止力として対応をより強化しようという解釈と言えるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。世界でナンバー、ワンとも言える通常動力型潜水艦を建造する日本だけど、昨今輸出の話が出てきているよね。品質はピカイチだろうけど、やはりコスト面が問題だよな。今回は、国家機密の塊でもある海自潜水艦大芸の先行進度が発覚した話について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の防衛省で運用している国産装備品の中でも、海上自衛隊における通常動力型潜水艦の建造技術は自他ともに認める世界トップクラスなんだ。海上自衛隊の潜水艦が国産で建造されるようになったのは1960年に就役した。通常動力型潜水艦親潮を皮切りに渦潮型、有潮型、春潮型、親潮型、そして現時点で海上自衛隊潜水艦隊の主力となっている双流型が生まれてきているね。この60年以上にわたって大東亜戦争前に200隻を超える潜水艦を建造してきた技術を活かした上で、使われる鋼材や溶接技術などの進歩による先行進度の増大、蓄電池の性能向上、ソナーなど探知機能や情報処理システムの性能向上、静粛性の向上も著しいぜ。その潜水艦建造技術の集大成ともされているのが、現在も新たな建造が進められている大芸型通常動力潜水艦だな。大芸型潜水艦の艦体は基準排水量約3000トン、全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルの規模で、これは通常動力型潜水艦としては大型の部類であり、前級の双流型と比較しても、一回り大きくなっているよ。艦体の大型化とともに双流型の10番艦まで搭載されていた、スターリングエンジンによる非対機依存推進 AIP システムが廃止されたことによって、艦内の拡充化も進み、居住区内に仕切りなどを設けて女性用居住区を確保するとともに、シャワー室の通路にカーテンを設けるなどして、配置制限が解除された女性自衛官 WAVE の上官勤務に対応した偽装が行われているんだ。また外観上の特徴として、双流型から採用された X 舵が踏襲されており、従来の潜水艦における5舵装置は、左右への回答を担当する垂直舵と上下の姿勢制御を担当する水平舵による、十字型舵が数多く採用されていたが、X 舵では4枚すべての舵を45度ずつ傾けた形で設置され、4枚の舵すべてが回答と姿勢制御に関係しているぜ。そのおかげで艦の機動性が高まるほか、1枚の舵が何らかのダメージを受けて損傷したとしても他の3枚でカバーすることが可能であるため冗長性にも優れ、さらには着底時鎮座時接岸時における舵の損傷を防ぐことができるというメリットまで追加されたな。以前、アメリカ海軍の実験潜水艦アルバコアで X 舵が装着されて試験が行われたことがあるが、アメリカ海軍での採用は操作性の問題があるとされて実用化は見送られていたんだよね。一方でヨーロッパの海軍を中心に採用例が多数あり、スウェーデン海軍では1960年代末のシェオルメン級からすでに X 舵が採用されていたみたい。また、船体構造においても新機軸として浮き課題が採用されていて、これは世界でも多くの国の潜水艦で採用が進みつつある浮き甲板フローティングデッキと似たようなもので、艦内雑音の発生を抑えるとともに、対衝撃性能の向上が期待できるらしい。この艦体に搭載されている機関はディーゼルエレクトリック方式で、1番艦隊芸、2番艦白芸、3番艦人芸までは川崎重工業製の 12V2525SD ディーゼル機関に機が積まれており、先行中は高出力リチウムイオン蓄電池によって一軸スクリュープロペラに推進力が与えられて水中最大速力20ノットで先行できるんだ。
総流型においては10番艦の昇流まで先行時の動力として、スターリングエンジンによる、非待機依存推進 AIP システムが搭載されていたんだけど、AIP は出力が低くて先行時には4から5ノット程度しか発揮できないため、水中で高速力を得る際には従来通りの鉛蓄電池によってモーターを回すか、もしくは浮上した上でのディーゼルエレクトリック方式を用いなければならないみたい。防衛装備庁では次世代の潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発を1997年から取り組んでいて、この蓄電池を使うメリットとしては従来の鉛蓄電池と比べて水素ガス発生の危険がないことや、重量容積あたりエネルギー密度が2倍以上になる強力な電池であることと、繰り返される充放電回数も 1.5 倍長持ちになるなどのほか、満充電になるまでの時間が短く、自然放電による電気容量の低下も抑えられ、効率放電を長時間持続できるなど、たくさんの優れた特性を持っているよ。中でも満充電に関しては、鉛蓄電池の場合は発電機の出力に余裕があったとしても低い電流量でしか充電できず、さらに満充電に近くなると少量ずつしか充電できないことから、作戦行動中の海域では長時間浮上して満充電することは危険が伴うため不可能であったぜ。それに対してリチウムイオン蓄電池では、それらの制約がないことから潜水艦に最適な蓄電池として期待されていたが、発火しやすいという欠点があるため潜水艦への搭載は困難だとされていたわけだ。そこで日本の企業と防衛装備庁がリチウムイオン蓄電池の欠点を克服して、潜水艦への搭載を可能としたんだ。そして、潜水艦用リチウムイオン蓄電池は総流型11番艦オーユーに搭載されることが決定し、その採用にあたってはスターリング AIP システムを保有して、それまでの鉛蓄電池だけをリチウムイオン蓄電池に置き換える方法と、スターリング AIP システムと鉛蓄電池の両方ともリチウムイオン蓄電池で置き換える方法が比較検討された結果、後者の方がコストは高くなるものの出力が大きくなることが確認され、既存の潜水艦や AIP 搭載潜水艦よりも高速で長時間の連続潜航ができるようになったわけだね。また、大芸型では光ファイバー技術を用いた新型の高性能ソナーシステムが装備されたことで探知レベルがアップし、OIX-1 情報処理サブシステム ZQX-12 潜水艦戦術状況表示装置潜水艦情報管理システム、機関ネットワークシステムの採用によって C4ISTAR における情報処理能力も向上しているぜ。それらの他に大きな変更点としてあったのが潜望鏡であり、潜水艦といえば映画などでよく見かけるのは、艦隊の頂き部から出てくる潜望鏡があって、それを上げて艦長などが覗き込んで海上を確認している光景だが、大芸型ではその光景が見られないらしい。既存の潜水艦には捜索用と襲撃用といった2本の光学式の貫通式潜望鏡が採用されていて、昼間用と夜間用として使い分けられているみたい。光学式潜望鏡とはセールから頂き部の発令所まで貫通していて、それを除いて海上を確認できるのは一人だけであるため、その一人の能力によって状況判断を間違える危険性があったんだ。しかし、そういう型で1本搭載されていた非貫通式潜望鏡が大芸型では2本搭載されることになり、潜望鏡の先端にあるカメラによって撮影された映像が発令所の大きなモニターに表示されることで、複数人が同時に海上の状況や目標を確認できるようになったため、より識別や判断の精度が高まったぜ。また、従来までの光学式潜望鏡はセールから発令所までを1本の筒が貫通していたため、その部分の水圧に対する強度が低いという欠点があったが、非貫通式潜望鏡ではカメラによって撮影した映像は配線を通して発令所に伝わるため、潜望鏡自体が船体を貫通していないことから艦隊の強度を高めることになったな。中国との有事が発生した際には、この大芸型通常動力潜水艦が中国海軍の大きな脅威となるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。